法務技官は法務省において技術を司る官職の官名である。国家公務員総合職試験並びに法務省専門職員採用試験で採用される強制心理専門職のほか選考採用で採用される医療従事者、作業専門官がある。少年鑑別所での鑑別面接採用試験国家公務員総合職試験並びに 法務省専門職員採用試験の強制心理、専門職区分から採用される。職員の多くは、心理学系大学院を修了し、臨床心理士、公認心理士など心理資格を所持するもので多数を占める。ただし、心理学系大学院での修了は、必ずしも必須ではなく、大卒者も採用されている。司法強制領域の心理職のプロフェッショナルであり、 とりわけ高い技術と能力が求められ、心理技官、鑑別技官とも呼ばれる。職務内容少年鑑別所では、法務教官に併任され、法務技官兼法務教官として勤務する。入所した少年に対して、面接や各種心理検査を行い、知能や性格等の資質上の特徴、非行に至った原因、今後の処遇上の指針を明らかにする。結果は、 判別結果通知書として、家庭裁判所に送付され、審判や少年院、保護観察所での指導、援助に活用される。また、家庭裁判所の審判決定により、少年院に送致された少年や保護観察処分になった少年にも、専門的なアセスメント機能を活用して継続的に、関与する。これらに加え、心理学に関する専門的な知見を活かして、 地域社会の非行、犯罪の防止に貢献するため、一般の方や関係機関等からの依頼に応じ、相談、助言や心理検査等を行っており、学校等の関係機関と連携した非行防止や、青少年の健全育成のための活動にも、積極的に取り組んでいる。他方、文書の書き直しを複数回命じられるほか、夜愛の宿日直勤務や出張、 研修の多さなどにより、大変激務とされる。超過勤務やサービス残業を余儀なくされる上、強制施設特有の風土に適応できなかったり、パワーハラスメントや厳しい指導を受けたりすることなどにより、心身に不調を訴えたり退職したりするものも少なくない。刑事施設では、調査専門官とも呼ばれ、受刑者の改善構成を図るため、面接や各種心理検査を行い、 犯罪に至った原因、今後の処遇上の指針を明らかにする。また、再犯防止に関する改善指導プログラムの実施や、受刑者へのカウンセリング等も言っている。少年院では、家庭裁判所の審判の結果、少年院装置となった少年に対し、一人一人に応じた、強制教育の計画策定、各種プログラムの実施等を行う。福祉や、 就労支援等の専門職員等と協力して、出院後に必要な支援につなぐ業務にも携わる。近年、国家資格として新設された公認心理士の要請に係る実習を受け入れている少年鑑別所や刑務所もある。公認心理士法では、実践力の高い人材を要請する上で、大学、大学院外の施設における実習科目は、 非常に重要な科目として位置づけられている。実習施設には、強制施設も含まれていることから、多くの強制施設で、公認心理士要請に係る実習を積極的に受け入れており、大学連携や教育にも非常に熱心である。研修、昇進採用1年目に新規採用職員を対象とした基礎科研修5年目に、 専門性を向上させるための応用化研修を受講するため、強制研修所に入所する。基礎化研修では、強制研修所での3ヶ月間の集合研修を経て、さらに所属する施設にて、約6ヶ月間の実務研修が行われる。また、幹部職員となるための高等化研修や、教育方法等に関する手術の専門研修のほか、海外、 国内留学の制度などが設けられている。承認については、能力主義の人事管理を行っており、採用後おおむね5年目に、専門官に承認し、その後は、統括専門官、主席専門官、施設長等に承認する道も開かれている。勤務地、制服、宿舎勤務地等については、本人の希望を考慮して決定しており、原則として、 採用施設を所管する強制管区の管轄地域内で移動する。主として少年鑑別所や少年院、刑事施設などに勤務するほか、強制管区や強制局といった上級官庁で勤務することもあるが、その場合は法務議官ではなく法務事務官とされる。一般的に法務議官の人事異動の頻度は他の強制職員と比較してかなり多く、 最短一年ペースで移動することもある。法務教官に平認されているものについては、制服が定期的に対応される。官謝は、勤務庁の近隣に設けられており、公安職法級標的養職員の特例により、その宿舎費は原則として無料となる。諸手当たり少年院、少年鑑別所に勤務する法務技官には、一般の国家公務員に適用される。 行政職報給表に比べ12%程度給与水準の高い公安職報給表が適用される。刑務所や高知所などに勤務する法務機官には公安職報給表が適用される。この他に隠し手当が支給される。勤務時間9回週あたりの勤務時間は38時間45分であり、1日7時間45分の勤務を行う場合と、 交代制勤務を行う場合がある。少年鑑別所で勤務する法務技官は大変激務で、勤務時間内では到底片付けられないほどの業務量があり、管理職からは月の残業時間の上限を指定されることもあって、サービス残業を余儀なくされる。管理職は各職員の実拘束時間を適切に把握できていないことが多く、 労働環境は一向に改善しない現状が続いている。休暇制度は、年次休暇の他に病気休暇、特別休暇及び介護休暇の制度が設けられている。ただし、小規模施設では職員数が少ないため、育児休業等は取得できにくい雰囲気や現状が少なからず認められる。医療従事者は有資格者を採用し、刑事施設などに勤務する。 共生移管は医師が務める。法務省では共生移管を希望する医学生に学費を対応している。共生移管は平日勤務時間のうち最大19時間までを外部医療機関や大学等における調査研究や医療技術向上を目的とする時間に充てることが可能である。個々の共生施設の事情にもよるが施設への出勤日を週2日とすることも可能である。また、 国家公務員の意思としては、例外的に兼業が認められている。職務内容作業専門官は、刑事施設で、刑務作業の企画等の業務や安全衛生教育、刑務官と連携し、被収容者に対する刑務作業や、職業訓練の指導を実施している。採用、応募資格採用は、施設ごとに先行採用によって行われる。応募資格は、公募職種に関連する職業、 能力開発促進法に定める技能士、または職業訓練指導員免許もしくはこれと同等以上の資格または技能を有していると認められるもの。また、公募職種によっては公募職種に関連する資格も必要な場合がある。大学工学部等の専門学部または職業能力開発促進法に定める職業能力開発総合大学校長期課程。 等を卒業していない者は、総合の実務等の経験が必要となる。待遇採用時は、原則、公安職報給表を3級、または4級となる。研修採用後に、初等科研修を、強制研修所及び採用庁で受講する。ありがとうございます。